こんにちは、レトスの大野です。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。理解をしながら勉強して今年絶対合格したいという方はぜひ個別指導ご検討ください。今からであれば今年の試験に十分間に合いますんで、一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう。個別指導の詳細はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。集会は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは集会の手続きを経ないで開くことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ誤りですね。4分の3以上の多数の同意ではなくて全員の同意が必要です。集会の招集手続きを省略するには区分所有者全員の同意が必要になってきます。したがって誤り×となります。そもそも集会ってどんなものか知っていますでしょうか。マンションの所有者であれば知っていると思うんですけども、マンションの所有者じゃないと知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。集会っていうのは分譲マンションで建物及び敷地の管理に関する事柄を決定するために少なくとも年に1回以上開催される集まりのことなんですね。つまりマンションについて何かを決めるために所有者が集まるのが集会だということです。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。したがって免許取り消しの日から5年を経過していない場合、 A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。で、この点は少し話が長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガの方ご確認いただければ載ってますので、そちらからご確認ください。で、問い3ですね。開発許可の問題です。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであって、当該開発の規模が3000平米以上である場合には開発許可が必要である、丸か×かという問題ですね。答えは×です。開発許可は不要だということですね。結論から言うと、非常災害のための応急措置、これっていうのは開発許可が不要です。だから答えは×になるということです。で、今回の問題はまあそれだけで解けちゃうんですけれども、開発許可には考えるプロセスがあるんですね。で、それを知らないと引っ掛け問題に引っかかっちゃいます。そして開発許可の要否であなたなりに答えを導くプロセスがあって、絶対間違いない自信があるのであれば、あなたのプロセスを使ったらいいです。そうでないなら弊社の答えを導くプロセスを使った方がいいです。法律はルールに従って答えを導けば、まあ、必ず正解になるんですね。必ず正解になります。つまり合格者はそれを知っていて、不合格者はそれを知らないだけなんですね。合格者になるためにも答えを導くプロセスをどんどん頭に入れていきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。理解をしながら勉強して今年の試験で絶対合格したい、そういった方はぜひ個別指導ご検討ください。今からであれば今年の試験に間に合いますんで、一緒に勉強して今年の合格を一緒に喜びましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。